お疲れちゃんです。だってですね、今回はですね、こちらのまあスケラーデッキをですね、使ってやっていくんですが、これは、この新カードの見習いちゃんが入ったデッキでございまして、もう本当にこれ、見習いを出す、オーブンを出すだけで勝てるんです。はい、だけで勝てます。本当に。マジで、それ使いやすくて、なんか気づいたらあれ多分落ちるみたいな感じのデッキになっておるんで、まあぜひ使ってほしいなと思います。ということで、まあグラッチャで入れたいと思います。いや、マルチでも使いたいんですけどね、やっぱレベルが足りないんで、そこはしょうがないですね。で、まあ初っ端な、もうオーブン。オーブンはあれば置いていいと思います。で、これは相手がアイスゴレ出してるんで、まあそっち側に、あーでもこれはマジアーチャーいるんで、ポイズンしますか。これ美味しいですね。アイスゴレ溶かしつつのマジアーチャー処理ができれば。で、ここで親衛隊をまだ出さないですね。まだ出さず、回して回して、多分また、これはですね、またオーブンをここで置いていきます。まあ無限にオーブンを立てていきますね。よいしょ。なんでスケラーを使うのは本当に最後みたいな。で、こういうところでこう見習いを出してあげて、よいしょ。あー、メガゴ、オッケー。メガゴ頑張った。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。で、この、あれっすね、マジアーチャーがなかなか厄介。頑張れ。頑張れ。お前ならいける。いやー。いやだー。この処理が、やばい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 やばくない？やばいけど、なんとか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 、やばい、オッケーオッケー、やばいやばい、これはやばいけど、まあ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 、オープン立てていきましょうか。落ち着いて、はい。いや、このゴーストが厄介ですね。で、オーブン壊されたくないんで、ここでウッド転がしてアイゴレ裂いて、よいしょ、ゴースト処理ですね。あー、相手は人技っすね。気づくのがちょい遅かった。まあ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 。で、こうなったらですね、後ろから見習いを出していきます。よいしょ。出して、マジアチャはちゃっちゃとポイズンで処理ですね。これでも、しかも人技には絶対強いと思いますんで、よいしょ。で、別に今のタイミングでスケラ打ってもいいですし、とりあえず一回大きいですね。いや、打った方がいいな。早く攻めた方がいいですね。相手が5削りしてるんで。よいしょ。これマジアチャやばい。マジアチャがやばい。やばい。マジアチャがやばい。やばい。やばい。あ、なんとか。オッケーオッケー。これはもう左側に、これでそのままスケラでカウンターですね。カウンターでもないのか。なんかどうしたらいいみたいな、なるかもですけど、困ったら、この見習いを後ろから出してみましょう。まあ、出してるだけで、右側気づいたら今、ダメージ入ってるんです。で、マジアちゃんには毎回ポイズン打ってですね。よいしょ。でもこれは、もう一回、スケラ打っとけば勝ちです。よいしょ。打って、まあ、メガゴはまだ出さなくていいです。一応防衛用に取っといて。で、沸騰して、みたいな。で、防衛して、あとはポイズン打つ前に終わりましたね。みたいなね。あ、いいみたいな。なんで勝ったみたいな感じですけど。後ろから、まあ、オーブン立てて、後ろから見習い出して、スケラ。で、まあ、相手のユニットにもよるんですけど、今はマジアチャにしか打つとかなかったら、ポイズン打ってみたいな。で、気づいたら試合終わってるやつですね。はい。ということで、またオーブン立てます。はい。立てて、コウモリです。まあ、何もしてこないんで、後ろからアイスゴレ展開して、おっと、これはメガゴで防衛ですね。いや、これ一発目入れたくないな。一発入るか。もう一回振りかぶれ。もう一回。よし。よし。でかい。でかい。で、これはもうアイスボールで形できてるんで、あー、でもこれスケラも打っちゃいますか。打っちゃって相手がなんか小物系入れたらポイズンですね。
おお、これはポイズン打ってきます、見習い、相手も見習いを入れたバルーンデッキです。これオーブンで入れちゃいますか。いやいや、ポイズンやっぱ強いですね。このスケラがあの新カードに対して強い。でこれスケルトンでディガー処理して、よいしょ、 OK。 オーブンも強い、オーブンも強い。今見習いの HP ほぼ削った。で、まあ、メガゴは相手のバルーンを止めるやっぱキーカードになるんで、メガゴを抑えたらダメです。でメガゴ以外を出してカード回したいところをですね、まあ、後ろから出していけばいいですか。はい、で出してもうあとそのスケラ打ってしまえば、あー、うーん、厄介ですね。こやつこれ乗ってきましょう、乗ってきましょう、乗ってきましょう、乗ってきましょう。でウッドも割いておきましょう。縦剥がして、でまたオーブンを置いて、よいしょ、やばい、あ、待って、オーブンのちっちゃい奴らが、いやーやだ、オーブン壊されてくれなかったです。まあまあまあ、入店ほぼノーダメ、爆破だけで、まあ後ろから見習い出して、これを無限にしてれば多分ポイズン削りで勝てそう。よし、はい、このままウッド転がして、こっち側にバルーン来るかな。そしたらオーブンこっち出してあげて、ここメガゴ出してあげて、スケルトンでディガー処理して、そしたら僕防衛してるだけですよ、防衛してるだけなのに右側にダメージが入らない。あれ、入る、入る予定、予定だったんですけど、まあまあ、まあこれは前側に出してあげて、これはアイスゴレでコウモリ処理して、あーうまいな相手攻め方。でも相手コウモリも裂いたんでスケル打っちゃいましょう。打って、まあ、なんか出たらポイズン打って、いやこれはさっき勝ったぞ。はい、見ないな、うん、いいみたい。いや新カード強いわマジで、うん、強い、ほんまに。なんか後ろから出しておくだけで相手が勝手にやられてくれる。ということで3戦目ですね。で、まあオーブンがあれば優先的にオーブン置いていいかなと思います。ということで、まあオーブン置きます、置いて、でバルキリーね、最近バルキリーも多いですね。これはアイスゴーレムでターゲット取ってあげて、よいしょ、ここはマスケルトン気持ち出して、することないですね、後ろから。ああ、ここ後ろから親衛隊でよかったかもですね。まあいい、まあいい、まあしょうがない、そういうこともある。ちょ、することないんでウッド流して、オーブン待ってきたんでもう一回オーブン置いて、よいしょ、これで相手が何も出してこなければというか、あ、これ守る、よし、 OK、 OK。 このオープンをちょいっと守るとかも意外と大事ですからね。ということで、ここで後ろから新カードいきます。出して、これ相手がここにポイズン使ってくれたらめちゃくちゃ美味しいんですよね。そういうこうする、ここにスケラ打って、ここに相手なんか防衛でユニット出したらプリンセスと一緒に処理みたいな、まあ、そんなうまくいきませんよね。OK、OK、OK。OK。あー、ちっこいやつら。ちっこいやつらって何やろ、うん。新カードですね。見習い兵が刺さりましたね、ちょいと。もう一回オーブン置いて、で、これを繰り返してれば勝てますね。これは守れなかったんですけど、あのオーブン。まあ、コウモリをアイスゴレで防衛すれば。よし。まあ、で、プリンセスにとギャングがいるのか、どっちかに、プリンにポイズンでギャングに打ったの方がいいかな。まあとりあえず後ろからこれ展開ですね。でこれはもう処理で、これはもう一回またスケラ打ってポイズン打ってあげれば、相手は無限にポイズン防衛するしかないんで、道が、あー待って、これスケラずれた、ずれたけど、まあまあまあポイズンって、相手ポイズン防衛今回してないんで、これ結構刺さります、ね、そんなそんなの
しもうメガゴで処理してアイスゴレで受けてで、まあ、見習いも出してあげたら防衛は最強ですね。はい、でこのままカウンターでスケラ打てばおいしょーでポイズン打ってあげればあーで相手ポイズンです。ここはもうポイズン削り&うわファイスピ入ったでけえ。今ファイスピが左突っ込んだんですよね。あ待ってメガゴめっちゃ入るよ。まあまあ、ほら置いてあげて、まあ、リガーを毎回メガゴでとりあえず守ってあげておけば、でプリンにウッド裂いて、でまた後ろから見習い兵出して形を作っていけば、これはもう勝ちましたね。これでもうポイズンスケラ振ってポイズン打って、よいしょ、このリガーをもうちょいダメージ抑えたいですけど、いや強っ。見習い兵出して相手リガポイなんで一気に線削られることはさすがにない、さすがにないと思いますからね。もうこれスケラ打ってポイズン打ってあげたらよいしょ、もうこれは勝ちましたねみたいな感じで、本当にオーブン出して後ろから見習い出してスケラ打ってみたいな感じいいかなと思います。あとはまあ相手のユニットに合わせてスペル打ってあげればいいかなと思います。ということでですね、今回はこちらのスケラデッキの紹介になりましたということで終わります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。